どうも皆さんこんにちは、チャックマスです。本日はですね、 ANA のタイムセール開始になりますので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、ちょっとね、簡単な動画になると思うんですけども、多分ね、この動画タイムセール4月の5日に開始になって、多分動画間に合わないと思いますんでね、この点ご了承いただければなと思うんですけども、4月の5日0時きっかりからですね、 ANA タイムセール国内線行われるっていう風になりますんで、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。はい、ということで、こちらはね、 ANA の公式サイトになるわけなんですけども、国内線タイムセールが開始になっております。おそらくもうね、この動画出てる頃は4月の5日になってると思うんですけども、販売期間は2024年4月の5日から4月の11日まで、搭乗期間は2024年6月1日から8月の31日、8月10日から18日を除くということで、今回ね、タイムセール一部ね、除外期間がございますので、この点ご注意ください。で、今回ね、タイムセールということで、対象の方面ですね、北海道、東北、北陸、能登を除く関西、中部、中四国、九州、沖縄など、路線便限定っていった形になります。で、下の方にね、主要路線が出ていると思うんですけども、羽田、札幌、7700円、羽田、伊丹、7000円、羽田、福岡は8800円、東京、沖縄は9800円ということで、まあこういった感じでね、主要路線が書いてあるわけなんですけども、まあ、今回の対象のね、日付ですね、6月1日から8月の31日ということで、夏休みがね、入ってきているっていう風になりますので、お盆のど真ん中だけね、覗かれているわけなんですけども、子供いらっしゃる方はですね、夏休み期間ね、予約取りたい、多分ね、今回が8月が入るね、初めてのタイムセールではないのかななんていう風に思いますので、ぜひねチェックしていただければなと思います。で、こういったね、運賃一覧がね、 ANA の方はいつも出してくれるんですけども、こちらね、ちょっと私の方で、まとめさせていただきました。ということで、こちらがね、今回のタイムセール6月7月8月で、前回の5、6、7の、タイムセールの価格なんですけども、まあ、こちらね、今回のキャンペーンに関しては6月はね、前回の、キャンペーンの価格がね、ほとんど一緒になっている、イメージなんですよね。これが、東京、札幌、こちらが、こちらも東京ですね、こちらが大阪で、中部、北海道っていう風になっておりまして、まあちょっと全部がね、あるわけではないんですけども、主要路線ね、まとめさせていただいたわけなんですけども、こちらね、7月とかね、8月に関しても7月の末だったらね、結構安いとかね、8月の末だったら結構安い、まあこのね、表のあの価格はね、全て最低価格でね、出させていただいているわけなんですけども、まあここら辺の価格もね、期間によってね、かなり変動がありますので、ぜひね、今回6月7月8月でね、キャンペーン行われるっていう風になりますんで、いろんな期間でね、調べていただければ、こちらの価格でね、まあ、出てくるかもしれないっていう風になりますので、ぜひね、根気よく調べてみていただければなと思います。まあやはりね、6月7月8月、特に7月8月はですね、もう夏休みど真ん中ということで、やはりね、6月の搭乗分よりかはですね、値段は上がってる傾向がね、あるわけなんですけども、まあ、夏休みもね、入ってきますので、利用されたい方ね、かなり多いのではないのかな、なんていうふうに思いますので、まあ、気になる路線ございましたらですね、ぜひね、今回のキャンペーン、8月で初めて入るタイムセールっていうふうになりますんで、チェックね、してみていただければなと思います。あとね、一部ね、対象外になってる路線もね、ございますので、私がね、調べてるところでもね、この路線ないな、みたいなところもね、あったりいたしますので、6月はあるけど、7、8はないとかね、これすいません、6から8になってますね。はい、こういった形になっておりますので、まあ、利用されたい路線ね、あると思いますし、もうね、どうしようも見つかんないと思ったら、このね、ANA のね、公式サイトに戻っていただいて、6月、7月、8月っていう順でね、全部細かく出ておりますので、まあ、これに乗ってなかったらですね、基本的にね、今回のキャンペーンね、対象になってないっていう風になりますんで、こことかね、6月の19日から30日ね、この、札幌からね、中標津路線とから、この、青森札幌かな、はい、ここら辺の路線まで、ここね、販売中止になってたり、キャンペーン対象外になってたりいたしますので、結構ね、そういうところがね、いくつか見られましたので、もうどうしても見つかんないっていう方は、一回ね、この表を見ていただくのもね、結構いいのではないのかなと思います。いつもね、ここまでね、ないことも少ないんですけども、やはりね、お盆の時期は、まあ、除外されている。で、またね、期間も長いですので、こ
こういった感じでね、キャンペーン対象になってない路線もね、あるのかななんていうふうに思いますので、これもね、一応覚えておいていただければなと思います。いつもね、そんなにこういうのね、ないんですけども、今回結構あれなのかもしれないですね。はい、ということで今回ですね、ANA のタイムセールね、来ましたので解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやね、ちょっとね、ANA のね、タイムセールで、ANA のニュースね、何かないかな、一緒に配信できることないかなと思ったんですけども、無事ね、何にもないということで、まあ、今回ね、かなり簡単な動画になってしまったと思うんですけども、ANA のタイムセールね、開始になっておりますので、利用する予定のある方はですね、6月、7月、8月っていう風になりますんでね、まあ一応お盆はね、対象外になっておりますけども、夏休みシーズンも入っておりますんでね、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はこの感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで PP 診断、マイル診断、マイルクレカ診断やっておりますんで、ぜひね、チェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。